コープ神戸、コープデイズ、豊岡生活共同組合コープ神戸は、兵庫県神戸市東灘区に主たる事務所を置く生活共同組合。組合員数は、コープ未来、ユーコープ、コープ札幌に次いで4番目の多さ、総事業校でもコープ札幌に被験する大規模な生活共同組合で、単一成協としては、世界的に見ても最大クラスである。スーパーなど、 小売業界を取材したレポートでは、巨大空母とまで形容されることもある。事業区域は、兵庫県全域と淀川以北の大阪府及び、京都府京丹後市で、店舗は、神戸市を中心に、西は、上郡町、東は、大阪府三島郡島本町、北は、豊岡市まで、広範囲にわたって展開している。現在地球環境保全に関して、問題となっている、 レジ袋問題についても、1970年代以後、先進的な試みを取り入れている。1974年、布製会、持って、コープバッグを一部店舗で、テスト使用。1袋あたり200円で購入できた。1978年には、奈良神戸製協の、全店舗で紙袋から、ポリエチレン製レジ袋への切り替えを実施した。同時に、 使用済みのレジ袋を再利用するとレジ係が買い物袋を再利用カードにスタンプを押しスタンプが10個集まると50円引きになるという全国初のサービスを開始した1991年にはスタンプの対象を持参したすべての買い物袋に拡大したさらに1995年には当時としては全国でも珍しい レジでは原則レジ袋を渡さず、必要なものは1枚あたり5円を負担してもらう、という試みに出た。当初は、トラブルもあったが、組合員には、無料で買い物袋を貸し出したり、レジ袋の売り上げを環境保護活動に使用するなどの、成果で、後には定着した。とはいえ、サッカー台にレジ袋を設置し、レジ袋が必要なら代金投入箱に1枚あたり5円を、 利用者自身が投入して使用するという自己申告制であり、利用者の良識に頼る部分が多く、代金を払わずにレジ袋を取って使う利用者も見受けられると不公平感が残る形ではあった。地球環境保護意識の高まりとイオングループが レジでのレジ袋有料化に踏み切ったこともあり、2007年6月1日から、それまでの袋詰め時の負担から、レジでの負担に変更された。これにより、10年以上続いた、自己申告制による、不公平感も一掃されている。なお、このレジ生産方式は6月1日以前に一部店舗で、テストケースとして実施していた。2020年6月1日から、弁当、 寿司・医療品用を含む、すべてのレジ袋の有料化に踏み切った。従来より、グラシアカードとして、JCB ニコス、三井住友ビザカードとの提携カードを発行していたが、新たに、ニューグラシアカードに切り替えられた。提携先は、JCB とニコス、ビザカードとなっている。現在、ニューグラシアカードの新規募集は休止されている。 1962年に、機関誌、共同を創刊。2014年時点での発行部数は60万部。1988年に、情報誌、コープステーションを創刊。創刊10周年を迎えた1998年時点での発行部数は約20万部。2018年2月発行号の発行部数は8万5000部。 その他、ラジオ関西のラジオ番組、三上き也の朝は、恋人と、寺谷和則の毎度、毎度、の番組内で、コープ神戸のコーナーを放送している関係で、店内では、三上き也と、寺谷和則からの組合員へのメッセージが流れる。ありがとうございます。